はい、工房説の永田ですくさびと書いて説と呼びますはいえー、と横浜のイベントが終わって帰ってきました材料紹介ですねはいえー、と行く前にねもうすでにクリパそしてデルタ産用のね材料紹介を何個か取っているんですけども先にこっちをちょっと流そうかなと思っております はい、えー、と横浜から帰ってきて本日11月9日ですねはいえっ、ー、と本当に横浜のね「ストーリーストーリー横浜」さんのイベントにね多くの方に来ていただき本当にありがとうございましたはいまあそんだけ多くのお客様が来たということはペンの方が減ってしまってねうんマジやばいなっていう感じですえっ、ー、と納品なんですけどももちろんイベントを させてもらったたストコさんののの方方にはだいぶああのー、納品ししてきましたでまで、あ、ねもうすぐ12月クリスマスそして年、ね、末年始ということで他店舗さんからもねあの納品お願いしますという話は散々いただいているんですがまあなかなか全店舗にねたくさん納めるっていうことができず申し訳ないうーんちょっとねどれぐらいできるのかな うん、本当にわからないんですけども、またね、12月はやばいす。クリーパー、そしてすぐね、1月に入るとデルタさんのイベントがあるので、デルタさんのイベントが終わったら、ちょっと開くかな、また1ヶ月半から2ヶ月ぐらい次のイベントまで開きそうな気がするので、うん、まあそこでちょっと納品、年、うんね、12月、年末、うーん。 納品できるのかかかどどうわかかりりままませんけどはい、まあ一応頑張りますで納品しないやつはい店舗さんに納品しないやつはいこことここにあるんですけどもこいつらうんだいぶ減りましたのでねまた補充するためにね削りたいと思いますそうこっちがローズウッドのコブ目ですねまあコブこれはちょっと少ないんですけどちょっとね面白い模様ほんとコブの周りのねいわゆるストレスがかかってね まあ縮みというのかもう年輪自身もねすごい触れてるやつがペン2本ぐらい傷がいるので、ね、多分大丈夫だと思うんですけど2本取れるかなはいでえー、っとこっちもねもうこぶここですこっちミキーですミキーでここにはすごいいいこぶいるんですけどここまで傷があるここまでですねここからこっちはもうほぼこぶないと思いますもうこっち全くないと思うので。 こいつはさらにその先かなこいつの先ってわけではないけど多分こうじゃないかなこっちかなこっちかな木が違うかな似たような感じこいつはいますね、うん、でもやっぱ傷がね多い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 、うん、思ったらここは傷ないんですけど中にいるいるうんねまあでも、まあ、まあそういう傷のあるやつもねああいいの なかなかめちゃくちゃいいやつだけっていうのはねそんな塊の材はねないんですけどまあこれが自然のものですねはいえっ、ー、とクソ高いんですけどもはいえっ、ー、とお気取りしてまた作っていきますはいえっ、ー、とそしてはいサイヤミズローズとシヤメスローズとですねはいえっ、ー、とかなりいいやつできててね ああれだったんですけどまあ、高いです4万5,000とか5万円とかしてきちゃうぐらい僕のやつは特に高いです。まあ、特にいいやつをね選んでるつもりはしてるんですけどグラデーションかかってるでしょでオレンジ黒でしょでまあうんとね画像よりちょっと明るい赤系茶色から赤系、うん、こいつが一番サイヤミズロをずっと。 まあ下に近い色してるかな、ね、同じそのサイヤミスローズとシアメスローズといってもこれだけ差があります削ってる感じはそんなに変わらないかなうんやっぱり同じ木なんだなっていう印象は受けておりますがまあねうん何なんだろうね <laughs> 本当にわかりませんこの子たちはただね抜群にいいんです人縮みもく めちゃくちゃゃく細かいんですねいいっすよね。まあ、こういうグラデーションがかかったやつも面白いでいしこの辺はグラデーションはかからないんですけどね。うん、でもいい。まあでもこうやってね、うろがあって傷があるところの周り。うん、そう,いうやつ。はい、えー、っとだいぶ横浜さんでもね出てっちゃったので頑張って作りたいと思います。そう あれがないんですよねグラスとがほどもないグラストもちょっと作ろうかなはいで変わり木、シアメスローズと変わり木ですねはい薄い板 19mm ペンにしかならないんですけどちょっとここがね詰まっててこれがねもっと全部たくさんあるとね抜群なんですけどねこんなペンだとこれぐらいあるんですようん まあね、いいめちゃめちゃいいでしょ昆布昆布って思うでしょ昆布じゃないんですよ何だろう粒々もあるのでチヂミも悪りのほんとこいつら変わってるほんとに異常です異常ですはいこいつらもまたはいえっ、ー、とペンにして作っていきたいと思いますはいじゃあえっ、ー、と本日 いつ流すんだろう9日なんだけど金土曜日ぐらいかなはいこれ流してるのかなと思いますがまたその後ねえー、っと別んでの抽選販売を挟みながら材料紹介となりますまたしばらくねあの作品紹介は出てこないですひたすら材料紹介になるかなと思っておりますがもしご興味があれば見てくださいえー、っとルタさん間に合うやつもあれば あ、違う違う違う、ごめん。クリーパーはね間に合うやつがあれば間に合わないやつもあります。えっ、ー、ともうすでにクリーパー用はねだいぶ仕込みに入っててまあ頑張ってあと1ヶ月ちょい削る削り削り削りまくる日々が始まりますがはいこいつらはまあデルタさん含めまあクリッパーに間に合うやつは間に合わせますか、まあデルタさんに向けて気取りして ええと、削っていきたいと思います。頑張ります。またよろしくお願いいたします。